はい、ただいま宗谷本線の東六線駅に来ております。当駅から南南東方面にあるワッサム駅方面に列車の前初等が確認できます。列車のちょっと上に見える国道40号線の跨線橋、こちらが当駅から約4キロとなります。列車が動き出して前初等が跨線橋の陰に隠れているので、今跨線橋の向こうにあるということがわかりますね。線路がまっすぐなので非常に遠くまで見ることができますね。さすが北海道です。前哨塔が見えてきました。だんだん近づいてきているようです。ちょっと見にくいかもしれませんが、前哨塔が線路に反射して綺麗ですね。さて、だんだん近づいてまいりました。この東六線駅を通る特急を除く普通列車は12本あるんですけども、そのうち8本は通過してしまうと、そういう駅です。まもなく列車が入ってきます。ご注意ください。 JR 北海道をご利用いただきありがとうございます。まもなく列車が入ってきます。ご注意ください。では周囲を少々散策してみようと思います。この辺りは稲作が盛んで田んぼが多くあるんですね。その田んぼにですね、ちょうど渡り鳥である白鳥がいるようです。白鳥にも何種類かありまして、調べてみますと大白鳥という種類の白鳥だそうです。また少し灰色がかったのはおそらくまだ子供の白鳥でしょうか。しかしみんなして土の中に顔を突っ込んで何が取れるんでしょうか。すごい突っ込みようですね。猫みたいに足で顔をかいてるやつや左足を前に出して気取ってるやつもいますね。さて、白鳥はこの辺にしておいて待合所の様子も見てみようと思います。プレハブ小屋に近い感じですが、プレハブよりももっと簡易なイメージですね。一応電気の配線が中に入っているので中で電気は使えそうですね。一部トタンが剥げているところもあります。このような全貌の待合所ですが、早速中に入ってみようと思います。ごめんください。中に入ると床がなく、そのまま砂利の上に置かれた待合所という感じですね。壁にはいろいろポスターが貼ってありますね。奥の方には時刻表とあります。西側は窓ガラスがありますね。天井も木でできており、むき出しの裸電球がありますね。これは外から供給された電気、このブレーカーを経て電力が送られていると思われます。こちらが切符運賃表、こちらが時刻表となります。上りと下り各4本ずつ止まるようですね。駅の音もちゃんと置いてあります。
真上の方からぐるっと縦に見渡してみる方法をとってみますと、全体の様子がわかるでしょうか。ちょっとやってみました。年季の入った木製の待合所で趣深いですね。お邪魔しました。最後に駅のホームと待合所が同時に撮影できるような場所で、撮影しようと思います。ちょうどこの辺でしょうか。駅のイメージがつくと思います。というわけで東六線駅でした。ご覧いただきありがとうございます。